脱ぎ中のテロップが独特らしい、ね。梅やないか。あのテロップやんか。そうね、何人か自分専用のテロップを持ってるメンバーがおんのよ。そうね、うん、な脱ぎ中初登場でひょろ長手梅マヨと名付けられて以来、うん、テロップも落語っぽいあの形になったんやから。そうね、そうね。梅は絶対、もかんが言うには、うん、人をまとめたりするのは苦手や。そんな梅ちゃうやないか。乃木坂のキャプテンなのよ。そうね、体育会系のノリで威圧感あるタイプのキャプテンやねんから。そうね、うん、な梅はいろんな意味で乃木坂にとって大きな存在やねんから。そうね、そうね。梅ちゃうやないか。うん、他なんか言えてなかったん。アスカちゃんが唯一心を開いた後輩らしい、ね。梅やないか。アスカちゃんを家に呼んで一晩止めとんのやから、ね、配信中のチートデイ動画もめちゃくちゃ伸びとんのよ。そうね、うん、な、脱ぎ中のけたら再生数ダントツで一番ねんから、そうね、俺もそのチートデイに混ぜてくれちゅうねん。それは無理やね。それは無理か。うん。